2012ルネサンスへ皆さんようこそ。まず今日のトピックは、ほとんどの方は興味があると思われますのは、これ健康セクションになると思うんですけれども、放射能の問題、原発の問題、そして今世の中のグリーン活動をしている人たちのこと、全部関係していますので、ちょっと特別リポートを今回させていただきたいと思います。まず、私から見ているこの社会現象である放射能恐怖症と言っても良いでしょうと思いますが、またはこのメディアは、全世界のメディアですね、ほとんど 100% みんな、反原発、反対、放射能が恐ろしい、怖いという全世界のメディアの言っていること、にどれぐらいの信憑性があるかということをちょっと考えていきたいと思うんですね。私は絶対こうであるというふうに言わないけれども、社会現象として、今とてもタイムリーな時ですね。実際にチェルノビルの問題から生じた病気、病人、がんの、数とか、または死者どのぐらいあったかということを、調べようと思いました。ここで問題なんですね。インターネットでチェルノビルを検索すれば、これは絶対的に世界一の環境ディザスターだというふうに書いてある。そして大げさに科学者の意見も含めてですよ。だから皆さんは科学者が言ってるからどうかなと思うんですけれども、実際にどうなったのか、情報源は結構しっかりしとかないといけないと思います。そこで、これからお見せします情報を見つけました。では、5分ぐらいのチェルノビル・レディエーション・ヘルフ、チェルノビル放射能ね、レディエーション、ヘルス、この3つのキーワードで出てきたのは、国連の情報ですね。国連の情報は、まあ、信憑性があるのではないかと思いますので、ここに書いてありますのは、United Nations Scientific Committee、国連の科学委員会ということですね。どういった委員会ですかというと、ここに書いてあります。The effects of atomic radiation 放射能の影響についての国連の科学委員会のリポートはここにあります。で、頭文字でいきますと、UNSCEAR ということになりますね。UNSCEAR。そして彼らの総合的な、まあ、鑑定発表というようなものはここに書いてあります。何人の、リロケーション、すなわち、その場所から別の場所に、連れて行かれた、11万5000人は、別のエリアに、強制的に移動させられましたという情報は今度は出てきますね。で、ここで確かにここのがんですね、ここは甲状腺ですね、甲状腺がん、ほとんどの場合は死なないようです。この種類のがんは、6000件があったと書いてあります。これは相当厳しいですね。しかし死んでいません、その方々は。この下に行きますと、事件の流れについてここにありまして、その下に行きますと Health Effects、 健康に、関する情報なんですけれども、
当時600人の方々は働いていたわけなんですが、そのうちの134名はかなり、高いレベルの放射能を体で、吸収しました。そのうちの28名は3ヶ月以内に亡くなりまして、その後19名は1987年から2004年との間に亡くなりましたということで、すぐに亡くなるのではなく後で亡くなりました。この間アメリカ人の友達に会って、私はこのような説明をしたんですね。いやもう20キロのところまで行って帰ってきてすごい元気なんだよって言ったら、彼は、あ、この話してるのって、なんか100年前にラディウムドリンクという有名な発明者がいたらしくって、60代でものすごい若々しくて元気でっていうことで、そのラディウムドリンクを人様に勧めたわけなんですね。そして私はアメリカ人の話を聞いた。それはわかるね。やっぱりある程度の同然までの放射能ならば体にいいという情報はあるからわかる。でもその話の途中で彼はもう全然話が違ってきて、そしてそのおっちゃんはどうなったか知ってる？僕は知らないよって言ってね、ものすごい健康でバイタリティがあって、みんなに勧めて何千人もラディウムドリンク飲み始めた時に体に5つのがん腫瘍ができたって言って、僕に対して反論を言わんとしたわけ。すなわちお前は今健康かもしれないけど、あと5年見てみ、がんだらけだよって言ってね、こういう話なんですね。今わからない、でも将来的にがんになるかもしれないということなんですね。直接的に関係してるかもしれないという、そのかもしれないが多いと思いますので、ご自分で判断してみてください。 greenfacts.org Scientific Facts on the Chernobyl Nuclear Accident、科学的な事実ということで、この中に先ほどのリポートと似たようなところがあります。その下の方に、How has human health been affected? 人間の健康はどのように影響されたかということで、実際に何人死んだのか、2点に、実際に何人が死んでいたのかということ、過去から現在に至るまでは、非常に分かりにくいということなんですね。チェルノブイル、The Real Story、これはポーランドの非常に優れた、人たちに書かれたわけですが、チェルノブイル、The Real Story、20世紀の最大のでち上げという面白いタイトルになっております。この中に